マリアム・ゴンザレス、裏社会ジャーニーでございます。本日はですね、久しぶりに海外ものやろうかなと思いまして、まあいろいろネタを考えたんですけど、以前ね、宮迫さんとトークした時に、意外とこう海外で撮ってきた写真って中でも食い物のネタがね、やっぱ受けるんで、それやろうかなと。面白い。はい、草加さ、食欲ってさ、あるじゃないですか。もちろん。人間の欲求の中で。はい、あります。で、ダイエットしてる時に、食欲を失わせる色っていうのが青だって言われてるんですよ。わかります。ね、はい。で、それを、念頭に置いた上で、ちょっと見てほしいのは、まずこちらなんですけども。はい。このライス、青い。青い。うん。マレーシアの伝統的な料理なんですけど、青いご飯なんです。うん。食欲がね、湧かない。確かに。何、まあ、綺麗だなと思うよね。どっちかっていうとね。食える？でも食欲はやっぱあんま湧かないです。湧かないよね、やっぱ青って、ね。まあ、どんな味からって興味はあるけど、食欲ではないね。食欲じゃないよね。まあ、本当にこれを見たときに、ああ、俺は、ああ、青ってやっぱり食欲湧かねえなっていうのは正直思いましたが、奥の方にちらっとカレー映ってるでしょ。うん。かけちゃうと一緒だよね。いや、なんか、美味しそうに見える、ね。まあ、これは普通に美味しいカレー。ちなみに何で色つけてるんですか、これ。知りません。着色料かなと思いますけど。味は普通だからわかんないんだよね。で、伝統的なやつだから、だからその何っていうよりこういうご飯だとしか説明されなかった。まあ、調べない。由来の何かなんだろうね。なんだと思うんだよね。だから別にだからこの店独特とかじゃなくて、はい、普通にあるもんなので、だからこう聞いてもんみたいな感じだった。わかりました、うん、はい。っていう感じでしたが、はい、まあやっぱ青って食欲わかねえなっていう話ですね。うん、確かに、はい。はい。まあこれは次、これよく話に出てくる南アフリカの、はい、なんていうの、ウィッチドクターの作る、まあ、開運ドリンク。ウィッチドクターって何ですか？精霊医ですね。うん、黒魔術とか精霊信仰とかそういうもの、うん、まあ、呪術がまだ向こうは生きてるってことがあるってことなんですか？いや、そう、まあそうなんですけど、うんうん、それよりもそこじゃないんですよ、うん。何が生きてようと、これを人に飲ませるものなのかっていう話なんですよ。これ何が入ってんのか分かんないから怖いんだよ。怖い。なんか浮いてんのは何？分かんない。クリップじゃない。分かったら怖くないよ。ちなみに本当に分かんないから、これ。ちなみにどんな味なんですか？苦い。苦い。あと、えぐみっていうものを、うん、悪とかにえぐみとかそういうものを、知識として理解するんじゃなくて、うん、飲むと、あ、そういう悪ってそうなんだ。体は受け付けないんだなっていうのが分かる味だよね。うん、なんか、石削って入れてるとかさっき言ってなかった？木の実とかね。木の枝とかね。だからそういう、だから、っていうのは分かる範囲で言ってるだけで、本当に何が入ってるかは分かんない。そうね、そういうもんです。このボトルに入ってた。これ絶対飲み物用じゃないじゃん、これ。ガソリン入ってるやつじゃん、これ。まあ、向こうはこういう飲み物とか入れる、飲み水とかを入れて運ぶこともあるんだけど。また汚い。もうちょっと綺麗にしてほしいね。口とかのとこ。これってさ、うん、中間のその瓶みたいなやつに入れるわけじゃなくて、うん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 、直注ぎだから。さっきのコップに。なるほどね。嫌だったね。普通に。安いですか、ちなみに。500円ぐらい。まあ、結構する。でも、これを、うん、ここの口から、ほら、もう注いだ後でしょ、はいはい、ここに直注ぎっていうのがね。いや、もうちょっとまあ、衛生的には本当に良くないです、ね。衛生的にっていうか、気分的に嫌だよね、もう。いや、もうなんか、うん、まあ。衛生的に悪いことは私は把握してるわけよ。うん、だけど、そうじゃなくて、もう、これからグイッと継がれて、はいって言われた時に、いろいろなぁと思っちゃう、ね。向こうの人は普通に飲むのあれは。じゃあ、だから、さっきも言った通り、精霊による、うんうん、用意された薬みたいなものだから、普通の人は飲まないです。どういう時に飲むの？知らないです。なんかその、人に応じて、人が、なんていうんですか、こうした時にこうじゃなくて、人がなんかこう、その、お医者さん相談来るじゃんか。その時に出すものだから、うん、だからその人が何を抱えてるかわからないけど、その来た、相談に来た人に対してこう出す。なるほど。だから、どんな効能があるかは、まあ、言い方悪いけど、その、精霊がつけられるわけ、うん。そうだね、わかりました。はい、その、出す側がね、あ、今日疲れてるの？どうぞ。あ、なんか最近運が悪い。じゃあどうぞ。みたいな。最近そうなんだ。なんか いろいろ大変なんだね。じゃあこれどうぞ。みたいな感じで、どんなタイミングでも出せちゃう。じゃあ、まあ、ちょっと長くいじりましたけどね。はい、これは。芋虫ですね。まあ、もう、タンパク質、昆虫食としては結構メジャーじゃないですか。こういう時草加は良くないよね。ねえ、なんで？フラットだからさ。リアクションがない。そう。ぐらいはやってほしい。
これ、出てこないよ。慣れない。クシャカは本当にあのね、リアクターとしては本当にダメだよね。ちょっとリアクション増してやってみましょう、ここ。ちょっとお願いします。偽物にならない程度に。はい、はい、じゃあもう一回いきますよ。はい。はい、次いきます。これですよ、これ。え、なんだろう、これ。芋虫です。やっぱせめてこれぐらい欲しい。うん。あれ、まあまあ、草川の心に揺れなさはね、ほんと特性ではあるんですけど、そうよくね、やっぱりね、多少こういうものをやるときに、あのフラットに見られると、俺ほんとどう対処していいかわからんから。まるちゃんとかリアクションいいもんね、やっぱり、ね。いや、そりゃそうでしょ。まあ、ちなみに味はどんななんですか？これがね、驚くことにね、うん、うまいんですよ。ああ、美味しい。ていうかね、虫って全部そうだと思うんですけど、うんうん、なんかスカスカなのよ。だから油とか調味料の味が入るの。あ、だから料理がうまければ美味しいって、俺よく言う、あの、虫とか大丈夫なんですかって聞かれるときに、うん、揚げてれば大丈夫ですってよく言う、普通に言うんだけど、うん、それ本当そういうこと。でも火がね。火が通ってっていうか、火っていうか熱じゃないのよ、うん。火と油が通ってると、うんうんうん、さっき言ったみたいに中に、その、旨味が入っていくから、ね、うんはいはい、側がこれでも味はいいんですよ。ちなみにどこの国ですか？これ南アフリカです。南アフリカだ。普通に行ったレストランの、うん、で、芋虫のソテーがあったから、あ、頼もうと。いや、いいですね。ここも見てわかると、ちょっといいレストランです。うん、そうだね。はい、で非常に美味しかった。うん、うん、うん。まあ、だからね、これね、いいレストランすぎて、薄暗くて、うん、あの、ちょっとほら、あんじゃん、なんかその、ちょっとこう、間接照明。はい。だから暗くてブレるのよ。あ、なるほど、だからだ。そうそう、すげえ頑張って撮ったのに、もうブレてブレてしょうがないから、もういいやつだって。ニョッキみたいだもんね、なんかね。あ、そうね。うん、はい。これだね。ああ、豚。豚。小豚の丸焼きなんですよ。うん。こう、美味しそうじゃない？美味しそう。場所はね、バンコクのね、クロントイから近くにあるね、はい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 、あの、路上なんですよ。俺さ、豚の丸焼きってさ、小豚の丸焼き、豚の丸焼き自体はあちこちで食べたの、はい。小豚の丸焼きっていうのがね、なんか、なんだろう、あの、あるようであんまないんですよ。確かに。で、これ焼いてて、あ、うまそうだなーと思ったんだけど、横でおじちゃんが、うん、なんていうのかな、下ごしらえもしてる、うん、こう本当にこう狭い範囲でさ、はい、やってるからさ、うん、で小豚ってさ、あのどういう風にさ、こう仕入れてどういう風にこうさばかれてどういう風に出されるかってあんま分からない。こうやってやってる形状も初めて見ました。そう、焼いてるところは、うん、あ、焼いてるところはでもまあ見たら、あ、そうかなと思ったけど、うんうん、どうやって仕入れてこう来てるか分かんない。全然分からない。結構えぐいのよ。あー、あーでしょ。なるほど、こんななんだ。これで、ね、この横で焼いてるのよ、これ。あー、いや、解凍して全然焼いて焼くんだけど、結構グロ画像でしょ。あー、まあやっぱでもそうか、こういう感じなんですね。まあ食べちゃえば一緒なんですけど、やっぱでもね、生産、まあね、この食の生産がどうなってるかっていうのはね、はいはいはい、知る上では貴重な。だからそのさ、あの、もう少しさ、いや、最初リアクションあったよ。フラットで、そんな分析しなくても大丈夫ですけど、これが食べてもこれ、えぐいでしょ、ちょっと。まあ、まあ、でも、えぐみ注意ぐらい言ってた方がよかったかな。はいはいはい、で、ちょっとじゃあ次は、こう今の売人のところになったナッツですね。あれ普通に、ナッツとバッツですか？そうです。ナッツ、ね、ナッツとバッツで。売人のところに行くと、大体ね、ナッツ出されるんで。なんでか知らないけど。なんでだろうな。乾き物だからかなと思って、その賞味期限が長いとか、でもパリパリ持つからさ。ビール飲んでたら喉乾くのにね。でもほら、乾き物持つじゃん。その方が、時間が、長時間なのかなと俺は思ってますね。はい。ナッツとバッツ、なんか、あの、いいコンビニですね。インフメルね、これ、ね。はい。じゃあ次。これはほら、あの、さっき、はいはい、あの、草間がホビロンがどうこうと、うん。これはベトナムですね、うん。これは、あの、フィリピンで言うと、バロットですね。はい、フィリピンで、僕はよく食べてるやつですね。好きなんですよ、これ。美味しいよね。はい。まあ、孵化してるって卵が卵を食べてるみたいな。これ俺はどうやってこのまま食べるのも好きなんだけど、はい、おすすめの食べ方があるし。何ですかこれ。あ、チキンラーメン。まあ普通のラーメンに乗っけるんで、まあチキンラーメン風にはなるんですけど、はいはい、これ良いっすよ。うん。でも、辛全部取るとまあ人によってはグロって思ったかな。それが込みで面白い。うん。これ周りの反応も良くてね。でうーってなる。本当にあれよね、なんか、この卵と鶏肉の間の味しない？そうね。で、体液がチキンスープなんで、ね、非常に美味しいですね。美味しいよね。これは僕結構好きですね。うん、で、これは、まあちょっとグロい食べ物だったかもしれないんですけど、はいはい、
ちょっとね、食堂に今回目を転じて、紹介したいんですよ。はい、今、何かと話題のミャンマーですか、うん。ミャンマーでね、ちょっと2010何年だったかな、国境が外国人に対してオープンした時に、はい、ちょっとバーッとこう、タイ経由で入ってたんですけど、はい、まだカレン族がちょっとね、元気なんか、はい、今元気、いろいろ言葉を選ぶんですけど、うん、今ほら、ちょっとミャンマーってこう、はい、いろいろ政治が ね、不安定になってるじゃないですか。で、もともとその、中心部の外れの方には、うん、まあ、国境沿いには、それぞれ様々な部族がいまして、はいはい、その中、カレン族支配地域を通った時に、うん、通った食堂なんですけど、うん、ああ、すごいね。このおばちゃんがだからそうカレン族の戦士の一人なんですよ。だから、カレン族支配地域では、食堂に銃は一人一丁までっていうルール。あ、ルールがあるんだ。はい。こういう感じなんですよ。これはまたいいなと。これなかなか味わいがありますね。はいはい。でもね、ほんとこういう食堂、なんかそういうミャンマーのすごい、そういうところが、結構好きだなと思ってました。うんうん、その、なんていうか、戦争というか、紛争と部族と、うん、暮らしとが絶妙かつ微妙なバランスで成り立ったり崩れたりを繰り返していくっていうので、うんうんうん、ある意味なんていうかものすごいアジアらしい、昔のアジアっぽい感じがあって、いいなと思ってたんですけど、ちょっと今政情が不安定になりすぎちゃったんで、またちょっと機会を見てね、行きたいなと思ってます、ね。なるほど、こんな場所ですね。いいですね。あと僕おすすめの場所はこれですね、はい、非常にかっこいいこの食堂が、これはこれはね、食堂なんですけど、普通の食堂に見えるんですが、はい、はい、見えます。普通の食堂なんですよ。そうですね。普通の食堂なんですよ。普通の食堂だ。うんうん。うつぼなんですよ。ああ、うつぼね。うつぼのスープ。はい。うつぼカレーみたいなの出して、おうおうおう、で、こうやって、こんな感じ、うつぼがね。ちっちゃいね、うつぼ。そうそうそう。それで、食べるんですけど、あ、これ行き過ぎた。うん、僕がこの時に自分っていうものをちょっとこう見つめ直すいい機会になったんですけど、はい、一緒に行った人が、うん、僕がうまいうまいし食べてたら、うん、うって顔してるから、うん、なんでだべと思ったら、うん、いや生臭くて食えないんですって言われて、うん、えっと思って、そうなんだ、あのね、これ皮はね慣れてくんで、獲得形質というか、何回も食べてるものっていうのはね、うん、美味しいって認識するんですよ、うん、だから僕は生臭いものとか臭いものとかに関しては何回も食べてたから美味しいと認識してるよ、ね、このうつぼの生臭さっていうのは全くこう、こう、うん、ウィークポイントにならなかったんですね。で、一人で完食してましたね。これ川ですか？海ですか？海です。さっきのこの写真でこう分かる通り、うん、この海なんだね。広がってるじゃないですか、海が。うつぼな、自分の地元で食べるんですけど、大きいやつじゃない。そう、大きい。ちっちゃい。どんな味なの？この辺でね、本当にね、沿岸部でチビチビチビチいるやつを、うん、この辺に漁師の人たちがいて、捕まえてきて、ここでも出す。味はどうなんですか、実際。その、何に似てるとかって、比喩できるんですか？いや、でも、本当に比喩しようがないの。穴子のちっちゃいやつとか、それ系の、なんかその。穴子系なんですか、雰囲気的には。そんなに美味しくはないですけど。あ、そうなんだ。なんか具体的にそこまで言われても、どっちかっつうとこう、こっちの方の料理って、食感が魚である以上は、以外は、なんていうかな、調味料、香辛料がやっぱ強めに出してる、臭みを飛ばすと思うんだね。うん、日本とその、このね、フィリピンとかその海外の魚文化の違いは、日本って魚ってさ、全部に名前つけたりするけど、うん、やっぱあっちだと魚っていう国の時もあったりして、あんまりその魚食に対する文化としては、割と、日本の方が細かいなっていう感じ。マジで。ミャンマーもそうだったな。なんか、魚のスパイシーなんとか。そう、でも魚って種類あるな。でもあっちからすると魚なんだよ。そうだね、同じこと、逆でさ、ブラジルとか行くとさ、お肉の部位めちゃくちゃ分かれてるの。日本では牛肉、ロースとか、ももとかそういう分け方するけど、あっちはもっと細かいから。シュラスコとか。あっちからすると、日本牛肉っていうくくりで肉をそんなやってんのってことに見えちゃう、ね。面白い面白い。だからその辺も言ってみると分かるね。確かに。で、ここで分かったのはやっぱり料理の仕方が、やっぱりその、匂いを飛ばす系の料理。でもそれでもやっぱり残っちゃうから臭くてみんなにダメだっていう人もいるけど、俺とかは逆にそれが
面白いなと思って美味しいなって、うん、だからそのスパイシーに煮込むこと自体が一つのこうなんていうのか料理的な特徴になってる、ね、なるほどね、わかりました。ぜひでも皆さんここトライしてもらいたいです、うん、本当にねこの食堂の場所がいいんだよね、世界の果てみたいなね場所にあるフィリピンのセブ島なんですけど、セブなんだ、セブ島ではないんです、セブ島の向かい側の空港であるマクタン島って島の一番端っこにあるんですよ、うん、でそこ行く途中がねまあ何もないんですね、うん、あれこれ合ってんのかなと思うような感じの道を通っていくので、そこはまたねちょっとおすすめですね、うん、なんかここそんな端っこのこんな食堂みたいな、ただ、ね、見てわかる通りちょっと看板立派でしょ、うんね、新しいよね、ネットフリックスで紹介されたんですよ、え、この食堂が、あ、だから、うん、あ、ペプシが世界中のそのコロナ前は世界中の、うん、変なもん食いたいっていうやつ外国人が、うん、ここに島の端っこのここに現地の人すら来ないのに外国人ばっかり来るようになったっていう、だからさそれも面白かったです。じゃあペプシがスポンサーになってこれを作ったってことなのかな。いやいやそうじゃないですよ、そういうなんかこううちはペプシを仕入れてますですよ。あ、単純にね、うん、自信持ってやってるだけなんで。でももう本当にこのなんていうの看板をさ急に立派にするとかさ、うん、アジアの食堂っぽくしていいよ、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。